今日は、いつもちょっと大事なお話をします。で、初めて話します。なぜかというと、あまりにも、僕と大見くんは直接対話した会話なんです。まあ、今まで卑弥呼の対話もそうだし、いくつか僕が直接聞いた対話をやりましたけど、僕の前世がね、僕にしちゃったことが、何回かさ、3年信じてやるって分かったんですけど、この時に、それまでね、僕が気づくまではね、向こうも言ってこなかったんですよ。で、僕がオープンしたと分かった途端に、ちょっと待てよと。そうすると物事の捉え方が全部変わったんですよ。それが僕は、普通の人として、こう、時間を遡ってって、なんていうかな、均等な意味でね、バランスを取る意味で真珠をやってたんだけど、実際いろんな歴史に残ってる、こう、いろんな面を、やった方の立場で話を聞くって全く違うじゃないですか。その視点で、いろいろ全部聞いてた時に一番最後、いろんな方に聞きました。いつもの女性たち、男たちも全部。で、最後に、この全部の一番全てを知ってる大巫女と呼ばれるのは実は日本中で本当に強力な最高のテレパシーを持っている人間のことを言うんです。他の方は守り巫女なんで役目ありますけど、大巫女だけは時間を超えて、僕と同じ力を超えて、どこにでもつながり、創造主ともつながるっていうとんでもない、霊力とテレパシーを持っている方なんで、その方とお話をしました。その内容を初めて公開させていただきます。どうぞ。覚悟は僕だけかな。じゃあ、始めます。出雲国を支えた大巫女たちと大国主の思いということで、この話の内容は、もう、皆さん女性たちの、自分ではどうやっても到達できない、奥底にある思いが開きます。ある意味で厳しいと思いますが、ちょっと、自分事として捉えてお話を聞いてください。他人話で聞いてるとよくわからないと思います。もしかしたら私はそこにいたのかも、ね、一緒に祈りをしてたのかも、ということで聞いてみてください。実は天皇家を裏で支えているのは出雲の大巫女なんです。まずこのことを頭に入れてください。男性たちの国入りで有名なこのね、写真の稲瀬の浜ですけど、男性たちの国入りの裏で男たちを支えていた多くの巫女たちの思いを感じてください。彼女たちは一切戦いを望まず、ただこの日本に地球を創造した創造主の思いをつなぎ届けるために、6000年前、日本の各地へやってきたのです。時の流れとともに多くの民族の争いがありましたが、大巫女たちは決して戦うことをせず、ただ男たちを受け入れ、子供を産み、両者が戦わずに収めることを考えていたのです。敵の子供を産むことで和合する知恵、生き残りをかけた男たちの戦いとは別に、敵同士の巫女たちはテレパシー通信で相手の巫女と情報交換し、どちらが勝ったとしても大神の思いを伝え残す方法を考えていました。それには負けた側の美しい巫女が敵の大将の子供を産むことで一族は守られることを知っていたからです。これはね、なかなか表に出ないんですけど、常にやりました。民族、まあ、世界中、ヨーロッパも中国も含めて、ずっと民族の争いをしたときに、まあ、日本の江戸戦国時代でもね、男たちの自分の国と国の国争いがあるときに、最終的な和合な方法っていうのは、自分の娘を嫁に出して敵にね、そして争いが始まると、その子供を産ませ、で、これで和合をするか、もしくはその息子だけを取るか、もう様々あります。もう最終的に女の判断っていうのは男の言い分でやってないってこと。この何があっても和合をするってことの心を持って生きてこられたから、今世界中の男たち、国家も安泰でいるってことを、まずどこにも変わらないんですよ。でもそれが真実で、特にこの大巫女たちは、国の争いではないので、この方々は。本当に地球に最初に降ろした大事な神光を、
ヨーロッパから運んできました。では、大巫女たちは何を守っていたのでしょうか。この船のようにね、本当に保線だったんですよ。帆船の、でっかい船を何艘も何艘もかけてヨーロッパからやってきました。この地球が誕生した時から地球を守り続けている宇宙の神々の思いを全身全霊で受け止め、地球の核巫女の思いを最も知っているのが大巫女たちなんです。命を差し出してまで、この地球に人類が生まれた意味と役割を伝え残さねばと、6000年前、4000年前、2000年前に日本をやってきたんです。ここで書かれている核巫女っていうのは、僕が表に出すまでは誰も知りませんでしたし、実は宇宙でも知らなかったです。核っていうものはね、地球の核の中に何があるかを未だに探査できないんです。なぜかというと、あそこにものすごい分厚い防護壁があって、どんなレーダーでも中に入っていけないです。そういう構造になってます。ただ僕は霊視して分かったときに、地球を救いなさいと言われた1998年のときに、ずっとこの上の存在から過去の存在を全部対話したときに、最終最後、この地球を守っている存在は誰なんですかって言ったら、この地球の核の中の核の巫女が見えたんです。最初は光でしたけどね。この光の周波数が下がったときに、もう光の巫女ですわ。これが宇宙すべての全部のカルマを希望に変えるための核巫女がたった一人でそこにいます。今もいます。で、地球上に出てきている神という概念のものは全部この地球の内側から上がってきています。上からじゃなくて本来は下から。ただ中には上から来ている宇宙の、神もいますけど。そういうものがあることをみんな知らず、上の神ばっかり拝みますけど、本来女性たちは、僕は地球を通して地球の過去とつないで拝みなさいっていうのはこの理由です。女性たちは地球とつながらなければ、この地球の大地、海、この地球の核そのもの、これが自分の子宮とつながってるっていう認識を持たなければ、上を拝むのは男の役目、女性はこの地球と同調して命をつなげ守るのが本来の女性の役だからこそ、僕は信条する仲間にはそう教えてます。その思いを一番分かってるのが大巫女だからこそ、そのことを話したときに、このことを知ってるのは普通の一般の巫女も知らないんですよ。大巫女しか知らないので。あなたは核巫女を知ってるんですかと言われましたけど、はい、お話をさせてもらいました。そこからいろんな情報が得ることができました。地球を守ってる限りは、ただ守ってました。待ってました。私たち人類が目覚める時の日、来る日が来ることを、そして、この東の果ての地に生まれた魂の中で、私たちの思いを受け取ることができる魂が現れる日を、ずっとずっと待っていました。2000年前、地球上で初めて、神の概念で国をまとめた国家ができたんです。それが、日の本、日本なんです。この国旗は、上は天皇旗と言います。天皇だけが大事な時に祀ります。あとは日本国旗。基本はでも同じですね、概念は。で、皆さんが認識していないのは、世界の国家というのは、領土支配、戦いをして、領土支配をした勝った方が国家を形成しています。世界中全部そうですよ。この日本だけは違うんですよ。戦いじゃなくて神の概念を束ねること、神イコール各民族のそこに住んでいた方々の思いを束ね、それを八百万の神という名前にし、そしてそこに天皇を立て国家を作ったんですよ。こんな国は世界ないです。神の概念が先にあるんです。人の思いは後なんです。だからこそ、新国日本と言えるんです。このことをどこも教えない。学校教育は今、左翼になっているので、絶対に教えませんね。でも、女性たちには知っておいてほしい。だから、日本まで巫女たちを運んできて、この国に希望の地、希望の光を注がねばと、わざわざやってきてくれたんです。
天皇が拝む天照大神は大御子です。神の国日本にやっと大いなる宇宙の存在たちがつながる祈りの形ができたことを誰もが喜んでいました。これを日本神道と考えた方がいいでしょう。本来日本神道の前には古神道というのがありますけど、古神道は自然にも宇宙にも地球にも生類すべてに拝むんですが、お社を作らず、物を書かず、形を残さないというルールがあるので、体系だったものができなかったんです。だから日本中に古神道はあります。沖縄琉球古神道という形でありました。ただここにお面を作り、形を作った時に初めて体系だったものができたために、一般の皆さんが分かるようになりました。だから神道の良し悪しもありますが、この神道形態ができたおかげで皆さんが拝む対象物が明確になってきたんです。それまではバラバラだったんです。心がある人だけでした。で、神の国、日本にね、やっとこういう形ができて、男たちの戦いとは別に、命を差し出してでも、この日本に全ての大御子の子孫たちが集結する時期が来ることを信じて、日本の各地の大御子の場所に魂として今も存在しています。すべての祈りはテレパシーで行うので、文字に残すことはありません。だから決して女性たちの本当の祈りは形に残らないんです。どんなことを何の目的でやったかも絶対残りません。それが本当に祈りだからです。御言葉の祈りをあげたり、ね、お経をあげたり、祈りとあげる方々もよくいますけど、あの内容は全部人間の詫びですから。なぜお詫びからせないかんのかっていつも僕は思うんだけど、感謝からどうして入れないんだろうって。すべての概念がそれしかないと思って皆さんいらっしゃるけど、女性たちの拝みを忘れてるんですよ。女性たちは何を拝んでたんですか。命でしょ。食べ物でしょ。そしてつながりでしょ。その代表として太陽がなければ食べ物が命が育たないから、天照大神という御子を祀りました。天皇も知っています。神武天皇もそれを知っています。だからです。当然これは大御子から選ばれます。そしてここには書いてないから今言ってきますが、この天照大神として祀られたこの大御子は卑弥呼の系統です。突然卑弥呼が消滅した理由は、九州の様々な戦の時に、この大御子たちと合同し、そして男たちの中に組み込まれた仕組みがあるからこそ、一番霊力、神力が強い、そして一番若くて光が強い、この純粋な魂をアマテラス、オオカミとして前に出して祈りをしました。そこが始まりです。それは天皇の母なんです。だからお母さんを拝んでるんです、天皇は。このことはどこにも書いてないんです。その拝まれるアマテラス狼の気持ちになってください。皆さんは。決して彼女は言葉を話せません。後ろに何百名という巫女がいるからです。絶対に言葉を話さない、させてますから。でもそのことは知っておいてください。それは守ってるという意味なのでね。